で今日今やってもらうのは適正な明るさと思われるところから一絞り明るい、二絞り明るい、それと一絞り暗い、二絞り暗いっていうのを合わせてほしいんですけども、もう一回確認しますけども、露出の合わせ方、露出の合わせ方は、露出の合わせ方っていうのは応答っていうのがありますよね。全部任せる、まあ、プログラム応答やね、プログラム応答で、絞り優先は A って書くんですかね。絞り優先応答で、今絞り優先で取ると明るくした時に手ぶれしてしまう可能性があるんで、それも注意して自分でどういう設定がいいかを考えながらやってほしいってことなんですよ。でシャッタースピード優先は通常なんて書いてある T でしたっけ。 S です。 S はでも私はニコンだから S です。 S または T が PDA え TV TV TV、うん、V じゃない、あ TV ね、テレビ、ね、これはシャッタースピード、スピード優先、でもう一つはマニュアルですね。 M これプラス2ってやつで、私プラス3で、 3までありますか。3までで3ずつ動いてるんです。3、2、0、2、3になるんですけど、マイナス3になるんですけど、マイナス3まであるんですか、はい、場合によってはマイナス3というカメラもあるんならプラス3で、これが自然界で何か物を撮るときは本当にプラス3とかしないと自分の表現したいものが撮れない場合がありますから、プラス3っていうのもできるんならやってみればいいですけど、真っ白白にならないですか、プラス3やと。そんなに真っ白にならないですか。マニュアルで、マニュアルの場合、今これ全部あの ISO は固定で考えてますけど、 ISO も自動で変わるカメラがあるんですよね今ね。これ今室内なんで明るく見えても ISO100 だったらもうすぐ手ぶれしちゃうんで、それも含めて、え、いやそれ400でしょ、400でもプラス2、400でもプラス2にしようと思うと手ぶれの危険性で出てきます。特にその離れたところからですとシャッタースピードが80分の1とか60分の1ならもう手ぶれしちゃうんで、それも含めて今練習してみてください。どうですかね、だいたい撮れました。モデルがいいんでね、撮りやすいでしょ。またまた、そこ笑うとこですってで、通常このプログラム音を使う方が多いんですけども、自分が表現したい場面に合わせて絞り優先であったりシャッタースピード優先であったりで、一番自分の意思を伝えやすいのはこのマニュアルですから、このマニュアルの使い方がだんだん分かってくると自分の思いが伝えやすくし、カメラを振った時に明るさが変わってしまうっていうのもこのマニュアルならもう心配ないんです。さあどんな感じで撮れたかちょっとざっと見せてもらいますね。